あんまり火通さないこと。ちょっとこれ混ぜていきます。全体浸かりましたね。これどうも、料理のサリーです。今回はですね、コラボ動画でございます。何のコラボかなっていうところでですね、こちらでございます。フィットボクシング2なんとゲーム案件。僕ゲーム大好きなんでめちゃくちゃ嬉しいです。僕もやってみたんですけどね、結構ね効きます。これ僕いつも痩せ飯作ってるじゃないですか。カロリーの低いこれさえ食っとけば太んないみたいなのをやってるじゃないですか。フィットボクシング2とのコラボということで、痩せ飯最高に美味しくて最高に罪悪感のない痩せ飯、食で内面からエクササイズね、そして実際動いてエクササイズ。今回私この動画初めてになりますけども、プレイします。ゲームプレイ動画です。なんでご期待ください。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。僕が提唱するね、原料飯といえばね、この、鶏胸肉ですね。1枚 300g ぐらい使っちゃいます。で、ニラです。ニラはね、薬味の代わりになりますんで、半束分ぐらい 50g から 60g ぐらい用意してください。これがもうスパイス代わりになりますんでね。そしてキノコですね。これお好きなキノコで大丈夫です。今回エリンギとマイタケ使いますけども、しめじでも椎茸、使っていただいても、えのきとか使っていただいてもどちらでも大丈夫。お好きなキノコを 200g 分ぐらい、はい、大体2パックですね、用意してください。あとは調味料は概要欄に書いております。そちらチェックしてみてください。じゃあ今回ですね、こちらのフィットボクシング2とのコラボということで、これね、ボクシングの要領でですね、リズム&エクササイズができるというゲームになるんですけども、僕もね、これに対抗してですね、僕なりのエクササイズね、タケササイズをしていこうと思います。タケササイズというのはこれを使いますね。どういう効果があるかっていうと、楽しいです。はい、ということで楽しくリズム&タケササイズをしていきたいと思います。いただきます。ふぅ、最高ですね。これで僕の動きがかなり軽くなってきますんで、僕の包丁さばきにもご注目ということで、よろしくお願いします。やっていきます。じゃあまずね、ニラからいきましょう。ニラはもうどれぐらいかな、3センチぐらい、はい、3センチぐらいに、切っていきます。こんな感じですね。はい、こんな感じでやっていきます。はい、この辺りはね、ちょっとね、こう半分ぐらいに切ってあげた方がいいかな。こんな感じで、はい、まあでも適当でいいです。はい、でこれを今回漬けになりますんで、保存容器用意してください。保存容器に入れます。こんな感じでパラパラっと、はい、これね、生なんですけども、後でね、熱い食材を入れていくんで、ちょっと火が通ったような感じになりますね。じゃあ次は木のササイズですね。じゃあこれを裂いていきます。はい、舞茸はね、裂くのが一番いいですね。はい、おすすめ。はい、いいですね。はい、そしてエリンギです。こっちはですね、裂かずに、ちょっとね、エリンギってね、これぐらい切っとこうか。はい、で、こうやってスライスすると、ね、ちょっと火を入れた時にちょっとお肉感が出るんですよね。歯ごたえがプリッとしてますんで。で、この歯ごたえが残る食材っていうのはどういう効果があるかっていうと、噛むことによって満腹中枢が刺激されて、少量でもね、お腹いっぱいになる効果があるんですね。なんで減量に向いてるっていうふうに言われてるんですね。はい、はい、で胸肉なんですけども、まあかなり脂質を制限してる方は取っていただいていいんですけども、僕もったいないでやります。切るときはこういう感じで、こうちょっとそぎ切りした方がいいかな。薄めにね、切ると鶏肉って柔らかいので、はい、こんな感じで。切りにくかったらね、途中からストンと落としてもいいんですけども、そぎ切りにすると、これそぎ切りにすると何がいいかっていうと、この麺がね、幅広くなるんですよ。なんで、漬けた時に味をね、染み込みやすくなるんですね。表面積がね、多くなるんで、そぎ切りするとね。はい、で幅広で切りにくくなったら、こうやって斜めからね、切っちゃっても大丈夫なんで、はい、この辺りはもう臨機応変にやってくださいね。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、はーい、はーい、こんな感じですね。はい、じゃあね、切るのは終わりましたんでね、茹でていきます。それではね、お湯沸かしました。今回ね、ちょっと材料も多いので大きめのフライパン、お湯沸かしてます。で、ここでですね、お塩、これぐらい、大体ね、ちょっと濃いめのスープぐらいの塩分がちょうどいいです。これはね、味見てください。これあんまりね、皆さんね、茹で汁の味って見ないんですけども、塩水作るときはそのままでもすごく美味しいなって思うぐらいの塩分を入れた方が、下味がつきますんで、濃度的には 1% ぐらいの塩分っていう風に覚えておいてください。ここにきのこを入れて、茹できのこ、はい、使
作っていきます。きのこもすぐ火通りますので、ここで胸肉ちょっとバラバラっとこう1枚ずつ入れてください。でね、あんまり火通さないこと。ただもう生もいけないので、本当にギリギリ火が入るぐらいにしっかり火を入れて、なおかつ入れすぎないっていうのが重要です。はい、こう混ぜて、鶏肉の赤みがなくなったらもう揚げちゃいますね、これね。もう元々沸騰してるお湯なんで結構ですね、すぐ火が通ります。入れて大体1分ぐらいでもう大丈夫だと思います。はい、そしたらざるにあげていきます。これね、よく水気切ってますね。はい、じゃあですね、この肉と、キノコもうドタッと入れたらこのね、ニラにちょっとね火を通したいんですよ。ニラに火を通したいんで、ニラとちょっと混ぜてください。これさっと茹でて大丈夫です。これもう余熱で、お肉にも火回りますんで、でちょっとこれ混ぜていきます。でニラがもしこうちょっと生の食感ちょっと苦手だなみたいな、結構ねニラの辛み苦手な方いらっしゃるんですよ。はい、結構半生で食べるんで、もし苦手な方は鶏肉入れる前に少し本当に30秒ぐらいレンチンしていただくと、辛みが和らぎます。ただ僕はニラの辛み大好きなんで、このままいきます。でここに調味料入れていきます。ポン酢 100cc、 水 40cc。 すいません、ちょっとね傘足んなかったんで、ポン酢ちょっとね 20cc ぐらい、 20cc ぐらいかな、足します。全体が浸かるぐらいで、オイスターソースが大さじ1と小さじ1ぐらいですね。で、ごま油ちょっとね、油の香りがついた方が美味しいので大さじ1半入れます。はい、ダイエットの脂質は厳禁って言われるんですが、少しね、入ってた方が美味しいので、嫌な方はごま油もっと減らしてもいいん でお砂糖、少しね、甘みがついた方がちょっとね、コクが増しますんで、お砂糖、はい、で、もし気になる方は糖類が少ないやつ使ってみてくださいね。ただ、まあ、小さじ1半ぐらいの砂糖で、太んないんで大丈夫です。はい、これを全体混ぜていきます。で、これね、漬け汁は結構使ってるんですけども、汁ごと全部食べるわけではないので、そこまでね、気にしなくて大丈夫です。で、全体浸かりましたね、これいい感じで浸かりましたね。浸かりましたら漬けます。これ冷えるまで、今回は冷凍庫を入れようか。冷凍庫で20分とか30分とか、とにかくこの肉が冷えるまで、やれば大丈夫です。っていうか別に冷えなくてもこのまま食ってもいいんですけど、今回冷やします。冷やした方が味が馴染むんで、冷蔵庫だったら冷えるまで触ってみんな。ということで皆さん、冷やしてる段階なんですけども、ついに私のリズム感と反射神経をね見せる場がやってまいりました。痩せ飯の効果を最大限に効果を得るためにですね、私冷ましてる間にですねベッドボクシングスやっていきたいと思います。エプロン着ててもできるエクササイズ、そんな感じでお願いします。担当変えますね。ちょっと見ていいですか。あ、でも絶対に皆さんちょっと僕と友達にならない感じの人たち、その中でも絶対今後人生で関わらなさそうなベルナルドさんって。俺はベルナルドだ、よろしく頼むぞ。大塚明夫さんですね。じゃあフリーで運動の前に水とタオルの準備をしておくんだ。はい、酒刺されてしてきたんで大丈夫です。ヒートボクシング2は3分やるのと6分から6分10秒やるのがあるんでね、僕は3分でも全然きついんですけど、アッパーやります。頑張るんだぞ。あ、こう、よし、行くぞ。まずは基本姿勢だ。右足を下げ、体の向き右斜め45度。よし、右で顎の横、左で顔の前、前後ろでリズムを取るぞ。1、2、前、後ろ、前、後ろ、このリズムで動いているぞ。よし、わかりました。それでは、右アッパー行くぞ。せーの、アッパー、下からアッパー突き上げろ。せーの、脇を締めて打ってるぞ。脇を締めて、はい。せーの、アッパー、それではやべ、ジャストが出ない。左行くぞ。今度は、キャブ行くぞ。せーの、キャブ、ナイスパンチ。せーの、キャブ、足で真っ直ぐ、せーの、キャッチ、最高だ、狙え、続けて、足で行くぞ、せーの、ポッチ、あ、ストレートだ、せーの、ポッチ、キャブを戻しながらストレート、はい、上半身だけで打つんじゃないぞ、あ、せーの、最後アッパーに変えるぞ、せーの、キャッチ、アッパー、これだ、よし、せーの、
立派にやる。だから半端つけろ。誰か、じゃあ半端常に器具を意識してくるんだぞ。こちら頼むからしっかり止めるんだ。よし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 か、よしか、スイッチ、自分のペースで頑張る。やれてますよ、やれてますよ、リズムを作るぞ。やれてますよ、トン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 。はい、トントン。あと半分だぞ、テンション上げるぞ。ちょっとホーリーランドを思い出すわ。アッパー行くぞ、せーの、アッパー。下からアッパーつけろ。はい、せーの、足を閉めて走ってるぞ。せーの、ほい。ちょ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 、はい、両足だけで動くんじゃないぞ。はい、よっしゃよっしゃよっしゃ。それでは1、2、3、4、せーの、こちらに頼んだらしっかり止めるんだ。あ、せーの、こちらの感じは力強く、もし OK だ。お疲れさん。今回僕もう本当に 軽く飲んでやってますけど、皆さんね、シラフでやってくださいね、これね。はい、僕特別な訓練を受けてるんで、全然平気ですけど、息も全く上がってないですけど、僕は温まってきたんですけども、肉の方は冷えたと思います。肉になってきたと思います。フィットボクシングをやりながら10分15分ぐらい冷凍庫で漬けたものがこちらです。もうね、完全冷えても冷えるとともにね、味がギュッとこの中に入ってきますんで、これめちゃめちゃうまかったです。で、これ最後の仕上げです。一味唐辛子、はい、で、これをかけていきます。はい、カプサイシンもね、脂肪を燃焼する効果があるって言われてるんで、これもかけていきます。はい、苦手な方はかけなくていいですよ。はい、で、ここにいりごま、香りと、まあちょっと見栄えを良くする感じですね。はい、そして好みでいいです。ラー油を少しで辛みを足します。僕ね、辛いの好きなんでね。はい、じゃあこちらで超痩せ漬け完成でございます。それではできましたので、食べていきたいと思います。いただきます。あー、漬け込み15分でいきます。それではいただきます。うわ、最高だよ。ポン酢とオイスターを合わせるタレっていうのは僕結構使ってることはあるんですけども、とにかくね、肉が柔らかいんですね。で、肉の柔らかさプラスこのキノコのコリッと感で食感が足されて、めちゃくちゃボリューミーですね。かなり食べ応えあります。ニラ臭さも全然ない。むしろこの旨味がすごく強調されてて、うん、最高です。ということで味変していきたいと思います。柚子胡椒ですね、少しつけて。あ、柚子胡椒やばい、めちゃくちゃうまい。やべえ、マジ酒刺されてきた。これね、ベースがポン酢なので柚子胡椒めちゃくちゃ合いますね。めちゃくちゃ美味しいです。これこれうまいよ、ほんと。皆さんね、食べたらびっくりすると思いますよ。ということで、僕と一緒にエクササイズしてくれる仲間を呼んでおりますので、ビデオ、ちょっとポストリング用意しましたので、はい、水分補給していただいて、とりあえず、はい、乾杯。はい、いただきます。はい、うまっ。食べ応えすごいですね。いろんな香りがすごいです。だからニラ、唐辛子、あとごま油、うん、入り乱れてめちゃめちゃうまいです。このタレはね、最高なんですよ。痩せってついてますけど、うん、で、痩せ意識しない人も作ってほしいぐらいうまい、うんうん、痩せなんだけど痩せなくても食いたい。全然うまいです、うん、最高でした。じゃあ俺とエクササイズしていただいていいですか。よし、そうしました。さっき見てたから、うん、アッパーコンビの2でいいんじゃないの。2いきますか。2いきましょう。6分。ひねって、アッパー、ポイ。足腰の回転を意識するんだ。ポイ、アッパー、せーの、ポイ、アッパー、ポイ。しっかり、ラスト。うわ、よいしょ。まだあんの。まだ半分かい。まだあんの。4本目の時よりきつい。せーの、ひねって、アッパー、内側からしっかり打つぞ。だからアッパー、違えろ。これ立つぞ。せーの、ひねって、あっ、これ。せーの、あ、違う。抜けてるぞ。はい、もう、あっ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 
ありがとうございます。この調子ならまだまだ上達する。でもこれちゃんと一個一個褒めてくれるんですよ。めっちゃいいです。ちゃんと分析して。いやこれめっちゃいい運動になりますわ。いや俺絶対せ筋肉痛やこれ。こんなんで筋肉痛、こんなんで筋肉痛ならないと思ってるでしょ。なるから、俺昨日ちょっとやっただけでなってるから。ということで今日のハリウッドマンセッションでしたが、皆さん鈴木とピットボクシング2で、皆さんもう僕も鈴木いきますので、ナイスなあれを目指していきましょう。